平山トンネルとは、岐阜県郡上市の東海北陸自動車道にある道路トンネル、岐阜山とインターチェンジ白鳥インターチェンジ間に位置する。1997年11月10日に、郡上八幡インターチェンジ白鳥インターチェンジ間が開通し、同時に共用を開始した。開通当時は、現在の下り線トンネルを利用した対面通行で供用されていたが、 後日の正面衝突による7人死亡事故を受けて、日本道路公団岐阜工事事務所は、同年11月19日に、地元自治体との協議会で、翌2005年3月にも、本トンネルの4車線化工事に着手すると表明し、2005年3月には、本トンネルを含む延長線5 4 9メートルの4車線化工事を発注した。公団は2005年7月14日に、 本トンネルを含む岐阜山とインターチェンジ白鳥、インターチェンジ間の4車線化工事を着工し、2008年10月16日13時から、本トンネルを含む岐阜山とインターチェンジ白鳥、インターチェンジ間の4車線化に帰線を1車線で、共用開始した。これにより、上下線が分離されたことで、対面通行は解消された。その後は上下のすりつけ部工事などを行い、 2009年2月20日に上下4車線で共用開始された。2004年7月27日7時25分頃、当時対面通行だったトンネルの北側で入り口付近で、北進中のトラックが対向車線をはみ出し、南進中の乗用車と正面衝突する交通事故が発生した。双方の車は炎上し、 双方の乗員7人全員が死亡する大惨事となった。事故原因はトラックの右前輪タイヤが走行中に破裂したことだがトラックは最大積載量3トンに対し1.5倍となる約4.5トンの積み荷を積んだ化石載状態で運行していた。そのため岐阜県警察はトラックは日常的に化石載状態で運転しており、 空気圧の定期点検もしていなかったことで、スタンディングウェーブ現象を引き起こし、事故につながったと推測し、同年10月28日には、岐阜県警交通指導課、高速隊が業務上過失致死、道路交通法違反の容疑でトラックを所有、運行させた、建設資材リース会社を書類送検した。その後、岐阜県察庁は、道交法違反容疑のうち、 化石災用人に関しては、社長らは、トラックの化石災を認識していなかったとして、立憲を見送ったが、残る安全運転管理者1 0人義務違反の罪などで、リース会社2社と、両社を経営していた社長を、岐阜簡易裁判所に略式起訴し、岐阜関裁は2006年1月10日までに、被告人に対し、罰金、計20万円の略式命令を出した。 事故を起こしたトラックは三菱不走トラックバス製造のキャンターだったが、三菱自動車工業、三菱不走によるリコール隠し問題におけるリコール対象者種ではなかった。トンネル近くの陸橋には化石細禁止を掲げた垂れ幕が設置されている。なお事故で死亡した一家の主婦は、事故から2年前となる2002年に地元の新聞から取材を受け、 自身が長女を出産した時の苦労を振り返り、あの時に、東海北陸道があれば、病院は近くて道も安心で焦らずに済んだと、コメントしており、東海北陸道の全線回数を心待ちにしていた。岐阜山とインターチェンジ、PA、平山トンネル白鳥インターチェンジ。ありがとうございます。